では皆様にご報告があって動画を回しました。この度私マーミは次の雑誌を最後でエッグを卒業させていただきます。まあ、卒業する理由としてはやっぱエッグの撮影が行けなかったりとか、エッグの YouTube に上がる機会がやっぱ皆さんも少なくなったと思ってると思うんですけれど、3年間エッグをやってきてセナはもっと活動の幅を広げたいなって思い、次のステージにこれからも本気で取り組もうと思ってます。エッグ入る前から見てくれてる人もエッグから見てくれてる人もいると思うんですけど、ほんまに支えられてるなって思います。なんと次はメンズラックスということで、それではエッグフェス開催です。盛り上がってよ。今日の意気込みをお願いします。はい、僕辞めてからちょっと立ってるんですけど、卒業式ということで、はい、頑張っていきます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日の意気込み教えてもらってもいいですか。全力で盛り上げることと、はい、全力で楽しむことと全力で卒業生を送り届けることです。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日の意気込み教えてもらってもいいですか。今日の意気込みはもう早めが手越し風なんで手いって感じで頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日の意気込みもらってもいいですか。はい、ということで、まあ、今日は僕、はい、卒業式ということで、はい、まあエッグのメンズモデル、はい、だけじゃなくて女の子のモデルも、はい、全員で盛り上げられるように、そして視聴者の方にも楽しんでもらえるように頑張ります。はい、絶対中根。絶対中根。ありがとうございます。お願いします。
はい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 、皆さんどうもこんにちは。おかれどうもハリーです。コンコン、はい、大丈夫ぞ。はい、はい、ということで今回はですね、はい、昨年と同様メンズでラップを一から作ってきました。そうね、はい、じゃあ今回メンズも人数が増えて、あとジュライ君とキューが卒業ということで、そうですね、俺らの仲の良さだったりね、普段こう集まって一緒に飲みに行ったりとかするんで、そういう明るめなポップな感じの曲を一からメンズで今日は作ってきました。はい、じゃあやりますか。やっちゃう、やりますか。はい、それでは聴いてください、あの頃の未来。お、来た、盛り上がっていきましょう。
頑張ってください。でもこれ生だからカットないから。カットないです。カットないんで、ちょっと考えていきましょうね。ちょっと考えてみましょう。これに対して残ったメンスモデルと卒業生の2人が、はい、お願いします。言いたくないな。だって泣いちゃうかもしれないじゃん。もうここで泣いちゃうかもしれないじゃん。でも今日泣かないんですよ。あれ今日泣かないって言ってた。泣かないけど、泣かないです。最後多分泣いてます、こいつ。絶対に泣いてます。泣かないです。じゃあ、順次に。熱いところだった。熱いもん。いやまあ、ヒューガとマジライ君、まあ、1年ぐらい、はい、一緒にまあ盛り上げてきて、前回の雑誌が、まあ、メンズが初めての雑誌が今年あって、はい、みんなでもバチバチね、プロデュースも自分がさせてもらって、だいぶ、せっかくね、この雰囲気感も今一番良くて、プライベートでもね、だいたいよく飲みに行ったりとかもするんで、まあ、すごい寂しいですけど、まあ、ね、2人に、2人のファンの人とか、この2人にも安心できるようなメンズを、これからも俺ら作っていかないとなと思うし、はい、まあ、これからまた2人も、これからの道を頑張っていってほしいし、はい、お互い見守りながら、刺激高め合いながら、はい、これからも頑張って、行きましょう。よいしょ。じゃあ、どうも。はい。まあ、2人は兄貴みたいな感じで、はい、撮影とかでよく遊びに行くのでもついてって感じで。でも、月別だもんな。全然、僕ずっとついてって、2人いなくなって、もうどこついていったらいいんだろうみたいな感じで、まあ、なんですけど、コメント欄でもやっぱり、そんだけ、一番言われてるのが、ギャルじゃないみたいな言われてて、2人が作ってきたエッグモデル、メンズモデルがこうやってコメント欄で叩かれてるのとか、すごく僕は悔しくて、こんだけファンのあるかな、そんなことあったファンのみんながね、こんだけいるんで、ここで強くね、ギャル、そして1丁目のギャルを発信していって、みんなに応援してもらえるようなメンズモデル作っていきたいと思います。よいしょよいしょ、はい、いいことですね。じゃあ次、じゃあ俺らって行きますか。はい、まあここでね、いっぱい言いたいんですけども、卒業式でよろしくお願いします。はい、という感じで、結構ね、まあ、メンズモデルもまあ全然ね、女子モデルに負けないくらい頑張ってるんで、はい、これからの新生メンズモデルに期待して、皆さんに楽しんでもらえるように、これからも僕たち頑張っていくんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、メンズモデルのメンズモデルでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。令和の X5 周年を記念して、アニバーサリー本の発売が決定しました。